私は今転職を考えている38歳です。現職は地元企業で職場いじめを受けていますし、大手企業に面接の機会をいただきましたが、うっかり両親に面接を受けることを話し止められてます。全容説明するように話したことが悪かったのですが、内定をいただいてからもう一回話をします。両親はメンタルが弱いことを心配しています。うまいことを収めたくご教授願います。親を説得しなければいけないとか、親の考えを考慮しなければいけないということ自体が間違いです。行きたいところに行くべきです。別に地元企業で職場いじめを受けましたっていうので、職場いじめはもうなくなったんだから何の問題もないじゃんって話で、その親に何か決める権限があるみたいな、その親に依存するという考え方自体が良くないと思うんですよね。38歳って多分同い年の人でも子供もいる人いると思うんですよね。同い年の友達が人の親になってる中、自分は自分の親に相談に乗ったり頼ったりとかコントロールされてるというのが変なんじゃないのっていう自覚をした方がいいんじゃないかなと思いますけども、はい。